釧路市内のスーパーです。一部の牛乳や乳製品を今日から 10% 以上値上げしました。原料となる生乳の取引価格が引き上げられ、大手乳業メーカーなどが値上げしたためです。ちょっと困りますよね。子供が飲むので、もう毎日結構1本2本なくなっちゃうので。店は客の買い控えを心配していますが、値上げにはやむを得ない事情があるといいます。酪農家さんのことを考えてますと、やはり本当に厳しい状況っていうのは、知っていますので、まあ仕方のない判断かなと。釧路市の隣、白糠町で酪農を営む伊深洋平さんです。飼育する牛は430頭と、家族経営としては町で最大の牧場です。牛が食べる大量の餌代に悩まされています。今年はちょっと物価も餌も何でも上がってるんで、本当に苦労にはならないですね。厳しい状況ですね。1ヶ月にかかる経費を見せてもらうと、厳しい現状が。去年の9月は餌代が1300万だったんですけれども、今年の餌代が同じ9月で1470万で、150万ぐらい上がっている状態なんですよね。電気代などの水道光熱費も一月30万円以上増えました。自前の餌を増やそうにも、牧草を育てる費用も高騰。肥料代だけで年間500万円近く出費が増えました。機械の修理の部品とかも値段上がってて、去年から比べて2000万上がっている状態ですね。今まではこんなに単価が上がることはなかったので、1年間で大きく変わりましたね。やっぱりウクライナ情勢の方で、その輸入物とかが入ってこなかったりして、やっぱり餌代だったり肥料代だったりが上がっているんだと思いますね。牧場を共同経営する弟の結城さんです。増えた経費の穴埋めに絞る量を増やしたいところですが、逆に減らさざるを得ない状況です。新型コロナウイルスや牛乳の値上げで消費の落ち込みが見込まれ、1ヶ月に5トン以上減らすよう求められているのです。今回価格が引き上げられたのは飲料用。しかし、動産の8割が振り向けられる加工用の価格は引き上げの見通しが立っていないため、恩恵はわずかです。絞るのも抑えろで、経費はかかる。ちょっと20区じゃなく、もう30区40区になって、正直本当一番今までで苦しい状況です。そして酪農家の苦境は業界全体へと影響が広がっています。釧路市内の洋菓子店です。1ヶ月に使用する生クリームはおよそ300キロ。今月はレシピを見直すなど、企業努力で価格を据え置きましたが、砂糖やバターなどの原料も高騰しているため、来月から 7% ほどの値上げを決めたといいます。クリスマスシーズンであったり、年末年始シーズンであったり、まあ、我々にとって一番こうお客様に利用していただけるシーズンなので、非常に悔しいですね。牛乳や乳製品を生産する工場にも影響が。別海町の製造工場です。年間およそ1200トンの牛乳を生産し、学校給食やスーパーなどに出荷していますが、生乳の価格引き上げを受けてやむなく値上げを決めました。取扱い量がそんなに多くありませんので、いろいろな全ての資材と原料上がっておりますので、もうかなり経営的には本当に厳しい現状かなと思っています。
酪農を取り巻く現状に JA も危機感を募らせています。国に対しましては厳しい経営環境の中で万全な支援を求めてまいりたいというふうに思ってございます。白糠町の牧場です。弟の裕樹さんが見せてくれたのは生まれたばかりの子牛。毎月およそ25頭が牧場で誕生します。オスです。生まれた子牛は搾乳用や食肉用として出荷されます。経費が増え生乳の生産が減る中、子牛は貴重な収入源。しかし経営を立て直すため出荷する子牛を増やしているものの、取引価格が暴落しているといいます。去年8月は10万円台だったメスの価格は今年2万円ほど。価格下落は深刻です。なぜ下がったのか。理由は餌代の高騰で買い取る飼育業者が取引を控えているためです。今年の春先からですね、一気に暴落しだしてですね、今までにないほど苦しい、耐え忍ぶしかないかなっていう今は思いです。さらにこの日、予期せぬ通知が牧場に届きました。高騰する餌代の一部を補っていた基金が底をつきそうだというのです。9月で財源が不足しってなってるんで、まあ財源切れて、で借り入れをしないといけなくなってきたっていう。酪農家は緊急時に備えて基金に積み立てをしています。餌代が上がった時には基金から一部が補填される仕組みですが、3年前242億円あった財源が枯渇したというのです。基金を運営する法人が借り入れることで餌代への補填は続くといいますが、不安は募ります。その中、他の牧場に預けていた牛40頭を引き上げることで経費を一月70万円ほど削ったものの、対策は限界に近づいているといいます。やっぱり餌代かかってるんで、もっと絞れればいいんですけれども、やっぱりそれで乳量も伸ばしたらダメという形なんで、本当にどうしていいのかっていうお手上げ状態ですね。どの農家も本当もうギリギリのラインでやってると思うんですよ。国とか道の方にちょっと協力していただかないと、酪農家個人での負担はもうそろそろ限界が近いんじゃないかなと思います。僕らもちょっと苦しい中頑張って良質な安心安全な牛乳絞ってるんで、ちょっと気持ち多く消費してもらえるとありがたいなという気持ちです。値上げの影響が広がる牛乳。一方で経費が上がり続け収入も増やせない八方塞がりの酪農家。取り巻く環境は深刻さを増しています。